日にですね、マスターの子供が好きだよって、たまに違うことやろうよってマスターが言って始めて、じゃあ、こうやりましょうと。ね、三浦さんとかね、何回いた人この中で、三浦さんぐらいですか、今。もう一回もいたね。誰で、だけ？わかんない。野村君もいたよね。俺もいた。第一回。3人かもしれない。あ、そうだ、三浦さんみたいな。三浦さんがだから小林さん。俺会社帰りに。ね、小林。土曜じゃなかったね。昨日も小林。まあ、そういうリクエストだった。それが今やこんな素晴らしい会社。でも僕だけの頑張ってくれるんですね。僕なんか7年ぐらい前にドロップアウトしましたけどね。ただあれで、乗り込みあって皆さんの時間で早く来たいと思うわけですけど。ここは、ドリコードじゃな。最後の本じゃないですか。4人目やった曲じゃないだろ、これ。石川さんって本当久しぶりですからね。この人の歌詞カード入れのカバンがカビてますからね。ギターケースもなんかカビが結構見える気がするので、ね、大丈夫かな。いかに弾いてもいい。弦なんか緩めたら切れるパターンの弦でしたよね。まあ、運が助かりましたね。脳出血がありますからね。ね、あ、それをやったついでというわけじゃないで、10年前にね、1曲目何やったか、うん、10年前もなんか確かその初めてやるときにね、こんなことを流した覚えあるんですけど、うん、何をしたかとっても思い出せない。多分これじゃないかと違うかな。分からない。てかこれ聞くかどうか分からない。三浦さんI'm gonna go get some more.
久しぶりでありますけど、そんなわけで皆さんの時間です。野村君はどうだった？よろしくじゃあ。